五感の時代のお金の常識に迫る。当時の金融はどんなものだったの？中国においての金融の発展は早く、前漢時代の円徹論という経済論争では、この世は金が全てという嘆かわしい社会になったと儒学者が愚痴を言うような金銭万能の社会が登場しています。では当時の社会における金融の常識とはどんなものだったのでしょうか。古代周の時代の借金の利息。中国では周の時代には政府が人民に金を貸していたことがあるようです。さすがに大元が政府ですから、その金利は安く、1万銭を借りて年利は500銭あるいは20分の1を利子としていたと記録されています。利率で考えると 5% ということになります。現在の消費者金融でもこれよりは高いですから、当時は借り手にとって優遇された時代だったと言えるでしょう。漢の時代になると金利が上昇する。これが時代が下って漢の時代になると経済が盛んになるに従い、お金を借りる人が増え、貸し手が優位になっていきます。当時の常識では1万銭のお金を借りると年利は2000銭にもなりました。 20% ということで今なら違反になる高金利です。当時は100万銭の元手を持っていれば手広く金を貸して年間20万銭という暴利を得ることができた計算になります。借り手は大抵貧しい農民であり、支払えずに家族を売ったり借金取りを恐れて逃げてしまうケースも頻発しました。こうして貧富の差は開いていったのです。五祖七国の乱での金利は100倍になった。紀元前154年、五祖七国の乱という劉氏の諸侯王の大乱が起こります。前漢の慶帝は長安の諸侯に武力討伐を命じますが、お金がない諸侯は長安の金貸しから借金をして軍事費を賄おうとしました。ところが劉氏の諸侯王の勢いは当初盛んであり、どちらが勝つか全く分からず、勝ち倒れになることを恐れた金貸したちは金を貸すことを渋ります。その中でただ無縁氏という人だけが千金を放り出して応じました。無縁氏は金を貸すにあたり 1000% の金利をかけていました。幸いにして戦争は慶帝の側の勝利に終わり、無縁氏には1万金という儲けが入ります。これは貸した金の10倍という金利を取ったということになります。まさしく戦争の勝敗も金次第というところ。負けていれば無縁氏は破産したでしょう。金貸しの代わりに借金を取り立てる補役が大流行。前漢から王網の三奪を経て五漢に入ると金融は再び発展します。そもそも五漢を建国した光武帝自体が若い頃は商売に熱中していたこともあり、商業は奨励されこそすれ、前漢の初期のように抑制されなかったのです。その中で富豪が生まれ金貸しが始まりますが、厄介なのは債務者がすんなり金を返すとは限らないことでした。お金を貸すのは簡単ですが、返す段になるといろいろ理由をつけて返さない人がいて、円滑な商売がしにくかったのです。そこで富豪は間に補役という保証人を立てるようになります。補役は簡単に言えば債権回収を請け負う取り立て屋のことでした。当時は中流階層の子弟がこの補役を引き受けて借金を取り立てました。補役は借金を取り立てるとその中の決まった額が収入になりました。もちろん時には荒っぽいこともしたであろうことは容易に推測できます。五漢の漢丹の記録では、腕がいい補役はその収入で諸侯並みの暮らしができたそうで、世間の人は皆それを羨んで田畑を耕さないで補役になりたがるというようなことを書いています。当時の金利を考えると1万銭貸して2000銭の利ですから、補役に仮に1000銭支払っても十分に儲けが上がったのでしょう。小作農に転落した人々は小作料5割の重税。こうして補役によって強引に借金を支払わされた農民に待っているものは、土地を売り渡し小作人になって土地と種もみなどのレンタル料を地主に支払うという苦しい生活でした。この小作人のレンタル料金は収穫の5割という重税でした。ここまで落ちると自作農に這い上がるのは不可能に近く、死死孫孫小作人として貧しい生活に甘んじるという悲惨な境遇を受け入れないといけませんでした。三国志ライター、カワウソの独り言。このような借金や重税から逃れた小作人を多数囲っていたのが、当時の社会で隠然たる勢力を持った地方豪族でした。それは五の孫権や高孫さん、劉備の配下では備蓄のような存在です。
彼らは黄巾の乱で官軍の補助として兵を挙げて手柄を立て、やがて群雄割拠して三国志の時代を生み出します。金銭万能の時代が貧富の差を拡大し、やがて来る新しい三国志の時代を用意したのです。